吉田さん、すごくいいテーマですね。今私の町に起きている現状、そして私がね、今どうしようかなと思っているところ、そのまんま店舗ビジネスってものに、置き換えてね、お話しようかと思います。置き換えてというよりもそのものなんですよ。というのがですね、私が今住んでるこの町、もう吉田さんも何度か私の家にね、来ていただいたり泊まったりしていただいてるんですけども、この町にもスーパーマーケットってあるんですよ。それがですね、個人商店の本当にね、月間売上20万あるのかないのかっていう風なスーパーです。そのスーパーでも50年やってるんですよ。で、この50年やってるスーパーが今月末で突然ですね、オーナーさんの体調不全でもうお年なんですよね、閉店になっちゃうんですよ。で、その閉店になったらどういうことが起きるかというと、このお店からの家賃が町内に入らなくなります。私たちの町に入らなくなります。月間10万円の家賃なんですけどね。で、入らないのとプラス固定資産税がこれから町の負担になってくるんですよ。だからダブルで痛いんですよ。収入がなくて出費があるみたいな状態なんでね。そこでこの店を引き継ぐ人がもしいればですね、今の状態のまんまスポッと引き継げるんですよ。で、当然ですけども、時間があって経験があって生鮮食料品を扱えて仕入れとか販売ができて経営ができる、こういうふうなスキルと実績といいますかね、経験がある人っていうのは限られてくるんですよ。まさにストライクしてるのが私なんですよ。暇で経験があって店舗ビジネスをやっていて資金もあるということなんですよね。じゃあなんで私が躊躇するかってことなんですよ。アイデアはいろいろあります。経営の効率化、インターネットとの組み合わせ、それから最近でいう定期購読ですよね。こういうふうなことを考えてるんですよ。今回できたスーパーっていうのは毎日営業しません。土日だけです、もしくは平日だけですみたいなことをして、毎日営業しないようにして、こちらからお客さんの来ていただける日を設定しようかと思うんですよ。プラスですね、ここのお店を使いたい人は会員価格ね、会員手数料を年間で1500円払ってくださいねみたいなことにして、サブスクリプションですかね、思い出しました、サブスプリクション、月間購読とかね、年間契約ってやつです。で、そのお金を払ったら会員としてうちの店利用できますよみたいにしようかなとか思うんですよね。もちろん一般顧客さんも受け入れるんですけども、で、いろいろ考えてですね、やるかやらないかっていう最終的な決断あるんですよ。例えば東京でうまくいってる例としては弁当屋、今回私がもし店をやるとしたら、お弁当をバーンとね、朝一発で並べて、あとは無人営業にするんですよ。その代わりカメラを設置してライブ放送するということなんですよね。そうするとその YouTube に登録してライブ放送を見れる方は、どんなお弁当が今あるのかが分かるんで、店舗に行く前に自分が今日行くべきかどうかっていうのが分かるんですよね。じゃあ海苔弁が5つあるから、今日は海苔弁5つを会社に買って帰ろうかなとか、あ、今日は鮭弁がないから行くのやめようかなっていうふうに、店舗に行かなくても在庫状況が分かるっていうのが利点なんですよ。で、もう一つは防犯です。カメラがライブ放送してるんで泥棒ができないんですよ。で、無人店なんでお金をチャリンって入れないといけないんですけども、お金を入れないとライブで映ってるんで危なっかしくって盗むこともできないというね、それから在庫状況をこうやってカメラで見えますんで、あれ、なんか鮭弁なくなってるから追加しないとって感じで追加をしに行けるってこともあるんで、無人なのに品切れしないようにできるんですよ。他にもいろいろ利点があって、もう一個挙げるとしたら YouTube のライブ放送なんで広告収入もつくんですよね。そういうふうなアイデアがあって、でも私は躊躇して結局やらないと思います。なぜか、それはですね、店舗のビジネスって最初にやっぱりなんぼ言ってもね、資金がいるんですよ、結構な資金が。で、例えばこの店舗のビジネスは、ギリギリカツカツいろんな補助金とかね、町内会からの支援とか、いろいろと活用したとしても、多分ね、手出しで300万ぐらいはどうしてもかかってくると思うんですよ。それから保健所の検査ももう一回受けないといけないと思いますし、設備も多少買い替えないといけないのがあると思うんですよね。で、ざっくり300万かかるとします。これが店舗ビジネスだったら300万を持ってきて、その300万が自分の懐に入らずにいろんなものに消えていきますよね。でもネットビジネスって仮に300万がポーンとね、準備資金で手に入るとしたら全部好きなものに使えるんですよ。 YouTube だったら取材のための旅行に行ってもいいし、美味しいもの食べるところを YouTube で撮ってもいいし、いやいや、カメラが買えたりするんですよね。こういうふうなところにつけるマイクですか、ああいう高性能マイクも買えます。300万あったらもうそれこそいろんなものが買えますよね。で、最高の環境でスタートできます。でも店舗のビジネスで300万が借り入れたとしても、
今言ったインターネットの商売で300万借りられたとしても返す300万ってのは一緒なんですよ。でも店舗のビジネスって毎日コストがかかってきますんで300万で済まない恐れがあります。何か壊れたらまたお金を払って買ったりメンテナンスしないといけないですよね。で店舗をやってると、私もね店舗をやってて一番難しかったのが店舗を閉めるときなんですよ。閉めるときって店を開けるときと同じくらいお金かかるんですよ。だから辞めるに辞めれないっていう店舗いっぱいあるんですよね。だって辞めるときって原状回復義務とかあるんですよ。いろんな備品を取っ払って産業廃棄物に出して持って行ってもらって借りた前と同じ状態、さら地の状態にしないといけないんですよ、ね、壊れたものは修理して出ていかないといけないんですよ。で、綺麗に掃除して出ていかないといけないんですよね。そしたらオープンの時に300万かかるとしたら出ていく時も100万とかね、150万とかかかっちゃうんですよ。ということでまとまった資金がないと閉店もできないので、しょうがなく借金を積み重ねながらどん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 やって最後には最悪の事態を迎えるってことがあるんですよね。私も店をね辞める時って結構お金かかったんですよ。その時店単体だったらとても払っていけなかったと思いますけども、私は速稼塾で稼いでる時だったんで、もう店をね撤退する時も割と楽でしたね。むしろ店っていうコストがなくなったんで、うわこれからインターネットだけだ、出費がないのに収入だけあるぞみたいな感じでワクワクしました。でも店があると収入がないけど出費だけは必ずあるんですよ。これはね大きいですよね。だからお店とか会社に勤めてる方も同じですよ。だって会社のコストがかかってる、店のコストがかかってるのに自分のね従業員としての見入れが増えるわけないんですよ。むしろ減っちゃいますよね。減るか、もしくは減らなかったとしたらお店とか会社がずっと借金を重ねていってある日突然飛びます。よくね投資で飛ぶって話ありますけども、勤めてる会社が飛ぶなんてことはもっと早いですからね。これね多くの方が錯覚してますけども、今日通った会社ってお店って明日もあると思うでしょ。違うんですよ。潰れる時って行ってみたらなかったってことなんですよ。オーナーの立場からしたらね、うちの店閉店するかもしれないよっていうふうに告知を出すのってなかなかできないです。従業員さんのモチベーションにも関わるし、お客さんは別れを惜しんで来る方もいるけども、それよりも新しいお店の行きつけを探す人の方が絶対多いですからね。でオーナーは嫌われっぱなしです。最後は閉店するっていう予告をして、私もそうなんですけども、1ヶ月前に閉店するよって言ったら、もう他の方はね、もうせっかく頑張ってきたのになんだよ力がない経営者だなと、転職どうしてくるんだよ、俺たちの人生責任持ってくれよと、退職金もないのかよみたいな感じで、もうねガタガタですよ。もうそれこそね決められた時間にも来なくなります。めちゃくちゃです。でそういう感じで最初の最後の閉店日っていうのは非常に悲しいね一日を迎えます。でそういうことになるんだったらもういきなり閉めちゃえってなるわけですよ。いきなり閉めてとんずらすれば従業員さんの給料も1ヶ月分2ヶ月分オーナーさんは持っていけるわけじゃないですか。でそうなるんですよ。だからね、私はね店舗で関わってる方、それから会社に関わってる方、よくよく考えて、インターネットっていうコストのほぼかからない、そして売り上げは天井知らずのこんな素晴らしい超一等地、銀座の一等地よりいいですよ、こんなの。こういうところに目をつけて、ここにトライしないのは何ぞやと思いますよ。確かに目先のお金入んないですけども、目先のお金の危うさなんですよ。じゃあ最後にね、こういう問題を出していこうかと思います。今日すぐに100万円もらえるっていう選択肢が一つ。1年後の今日、200万円もらえる。あなたはどっちを選びますかっていう問題なんですよ。よく出ますよね、こういう問題。私はですね、今の気持ちでしたら1年後の200万を選ぶんですよ。なぜか、それはですね、今日100万円もらってその100万円を1年かけて200万にするのと、何もせずに1年後200万もらうの、要するに年間利回り 100% の商品を買うかどうかっていう選択がここで迫られてると私は解釈するんですよ。そう考えたら100万円を200万円にするのは労力がかかって大変なんですよ。でも何もせずに1年後に200万円もらえるんだったら素晴らしいじゃないですか、ね、そしてですね、今日の100万円もらえない分はどうするかっていうと、私はゼロから生み出すことができるんですよ。そうなんですよ、インターネットビジネスです。だから待つだけでお金が増えるんだったら私はそっちを選びます。今日すぐ欲しいお金は今日すぐ作ります。これができるのがインターネットを使ったビジネスなんですよ。皆さん、億万長者になる道ちょっと分かってきたんじゃないですかね。それでは本日は以上です。素晴らしい課題をありがとうございました。